はい、どうも、まあ、こっち TV の、まあ、サブチャンネルへようこそ。今日はですね、以前の動画でも出てきた、まあ、アジュアカルピスの動画に出てきたんですが、まあ、謎の青いコップということで、まあ、本チャンネルでは出てきましたが、まあ、その続きというかその裏側を、今日は、まあ、なんで出てきたとかそういうところを中心に、まあ、動画にしていきたいと思います。じゃあまずこれなんで出てきたかっていうと、まずですね、僕の家には6人いたじゃないですか。で、コップが6個あればいいんですけど、なんで7個ってことは誰かいたと思って俺はこれを出した。誰か誰もいなかったってことは、つまりお化けかもしれませんよ。てかお化けです。そうじゃなくてお化けじゃないんですよ。お化けじゃないです。お化けじゃないです。はい、お化けじゃないです。はい、お化けじゃないんですよ。これ僕のミスです。すいません、脅かして僕のミスです。すいません、すいません、すいません。はい、これ僕のミスです。まあ、僕のミスをなんかもう謎のコップということで、まあちょっと怖くしたっていうかまあ動画で、ね、まあ面白くまあしたいというそういうことでまあやっていったんですが、動画にする必要、この動画にする必要もないかと思うな。まあマジでね、だってこあの 見る人はあのこのコップはあの僕本人が、ま、間違ってとかするともお化けか、そう2つしか考えはないわけですよ。だからまあ今度はまあまあ、まあ、一応出します、出します。本チャンネルの方の、まあ、リンクはあの説明欄の方に、まあ、貼っておきますので、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はですね、動画これだけではないんですよ。今日はなんとですね、まあ僕のまあおすすめのまあ読んでおいた方がいいという本が、もうずっと前に、ずっと最近だなに買ったので紹介しているんです。はい、こちらです。まあ裸足のゲンです。裸足のゲン、まあ、1話です。で、中身見るとこういう風に漫画になってます。で、僕はこれ1日で400何ページ以上読みました。だから今途中なんですよね。最近読んでなかったんですけど、で、こちらですね、皆さん広島に原子爆弾落ちたの知ってますか？それもね、全部載ってます。それですね、とてもまあ悲しいお話です。昔のあの時代の苦しさを僕は改めて知りました。まあ中身のことをあんまり言うとまあ面白くないので、この辺にしておきますけど、まあ皆さん、まあ本屋さんとかに行ってあったらぜひ買ってみてください。これ1話だけじゃなくて、まあ、2話とか3話ありますんで、ぜひ買ってみてください。僕の学校の図書室はですね、1巻2巻3巻4巻5巻でこれありますよ。これ1巻に1話から5話ぐらいまでまとめたやつなんですよ。多分一応5話から分かんないけど、ていうかまとめた方が多分熱いと思います。で、話も結構多分まとめてると思いますね。ってことで、まあ謎のコップの、まあなんていうのかな、まあ謎のコップの、謎のコップなんでしょうかね。謎のコップのなんか正体、なんか謎のコップの、謎のコップになった原因は明らかに、みたいな、そんな感じ。あと、この話の原の、まあ、本の紹介でした。まあ、皆さんもですね、
これ本は読むことは、まあ、いいことなので邪魔くせ、まあぜひ本は読んでみて、15分でもいいですから、まあ、5分でもいいです。まあ、本が読む機会があったらぜひ読んでみてください。じゃあねー。